毎週水曜日夜10時からは奈良演劇情報局 S ラジー。はい、今週も始まりました S ラジ。この番組は奈良の演劇情報や芝居のいろいろ、奈良県を拠点に活動している劇団イベントステーションの劇団員の私たちが発信していく番組です。はい、というわけでパーソナリティは、はい、やってみたい裏方は大道具中めぐこと中村めぐみです。はい、やってみたい裏方は音響キャシーこと綾川舞葉です。はい、さあ、というわけで始まりました。はい、まあ先週会議して、はい、あの今週からちょっとちょこちょこ新しくしていこうではないかと、はい、いうことで、はい、まあ今週から新しくなりまして、なんと今週から BGM 入りました。はい、そう、なんかうっすら流れてるの聞こえますでしょうかBGM が入りました。はい、はい、私のね、知り合いの方からちょっと提供していただいた音源をね、ちょっと流させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけで、はい、自己紹介テーマの、やってみたい裏方、はい、というわけで中目具が大道具、大道具、大道具、大道具やってみたいですね。な、なんでかね。いや、もともと中学時のとか中学とかで、うんうんうん、技術課程ってやったじゃない。ああ、あったね、あったね。ああいうなんか割と金槌使ってトントン釘打ったりとかすんの、木工の作業とかは結構好き。あ、ほんま？うん、あんな好き。へぇ、うん、家庭科の方も好きやけど、裁縫とかもまあ好きっちゃ好きやけど、うん、ああいうなんか木とかを切ったり、うん、打ったりとかは割と好きやから、うん、作業見て、作業とかしてるの見てたらワクワクする。あー、じゃあどっちかっていうと、その、なんやろ、イベントステーションって結構女子は、うん、まあ制作側の作業をしたりだとか、うんうんうん、楽屋を作ったりとかの作業多いけど、どっちかっていうとじゃあ大道具の方に関わってみたいんや。ほんまやね。会計の作業とかがなくって、うん、でも制作の方とかも、まあ、回るからあれやけど、体が2つあったらぜひ、うん、仕込みとか、うんうん、バラフとかも大道具側に行きたいんやけど、仕込み来いよって書いてあるんだけど、仕込みの時間に間に合えなかったりするんでねなんかちょっとほんまいや、行きたいのは山々ですけども一番ね、じゃあね、だいたい平日の、ね、うん、昼間とかやからね、木曜日とか金曜日とか、ね、役者さんは仕込みしてなんぼなんですよ、ほんま動かないといけないです、すいません、うん、はい、まあ中目具はね、一応公認さんなのでね、はい、仕方がないね。叩き来いよ、叩きね、お道具を作る作業をね、平日にやるやんか休日にやってくれと休みの日に、土日にやってくれる。まあ文句ばっか言いやがってみたいな顔してるけど、佐藤さんもでも私が学生の時は、うん、叩きとか昼間やってる作業も行ける時は、あ、そうですよ、いたいた、うん、来てたね、大学の時ね。確かに、うんうん、すごい行かしてもらってて、うんうん、横で作業とか見させてもらったり、ペンキ塗りしてる横で、うんうん、その作業してるのを見させてもらったりとかはすごい楽しかったから、一緒にね、うんうん、なんか文字書きとかもしたもんね、過去にね。あ、そう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 、なんか何やったっけ、イベントステーションのロゴかなんか、あ、そうそうそう、ロゴとか、うん、あとタイトルとか、うん、まあ、書いた書いた、やったことある、うん、そんなんも楽しかったなと思って。あ、なるほど。また S って結構仕掛けをいろいろ、この間の、うん、また、この間の、酒盛りの剣、酒盛りの剣とかも、いろんな、柱の立ってる台を結構キャスター付けて動かしたりとか、なんかいろんな仕掛けがあったりとかするんですよ。うん、なんかそんな裏話まで出すねよみたいな感じの顔だったんですけど、なんかいろいろね、ね、去年の演劇祭の時とかやったら雪が降ってきたりとか、あ、そうね、そうね、そういう仕掛けとかいろいろあるから、なんかそんなんも後ろで見れるのはすごい楽しいし、うん、なんか仕掛けを見れたりとか、実際作る側はどんなんなんかなっていうのはすごい楽しいんで、うん、なんか私大道具はなんか好きですね、やってみたいなっていうのはいろいろ思います。中目が大道具、はい、やってみたいと、うんうん、ああ、なるほど。私逆に大道具苦手やからね。逆に大道具苦手って、大道具やってましたみたいな、苦手っていうか、違う、その中目がさっき言ってた、うん、技術の授業は逆に私は苦手でした。あ、そうか、うん、パソコンの方が得意だったから、あ、どっちかっていうと、うんうん、パソコン派でした。なるほどね、はい、そんな私は音響なんですけど、うん、ね、音響経験ないことはないのよ、うん、音響ってのは音を選ぶとかやりたいの、それともオペレーションをやりたいの。ね、いや全部かな、選曲から、うん、操作までできたらいいなっていうのはあるけども、選曲も若干こう一緒にやったりとかしたこともある、うん、じゃあやってよって言われてますけど
まあ、役者やりながらはね、うん、自宅の操作できるからね。まあ、南出くんがね、次試合会かこんなこと言うのもあれやんですけど、いや彼はすごいなと思いますね。だから、うん、ほんまにそうそう。で、まあ前に、うん、その過去にイベントステーションに私が入る前に、うん、参加させていただいてた、まあ、ユニット的なところでは、うん、一応音響のオペレーターをやらせていただいたりとか、他の劇団さんで音響さんとしてやらせていただいたりとかっていうのもあるので、うん、一応経験はあるんですけど、でもやっぱりいろんなこう裏方作業を今までやらせてもらってきて、音響作業が一番こう自分の中では楽しかったなって思ったから、もう一回やってみたいなとは思いますけどね。お、山崎、脚本、演出、役者、大道具やってますが、そうですね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 、ありがとうございます。いろんな作業やってくれてますよね。そうですね、確かに確かに、うんうんうん、ま、イベントステージはね、それぞれがね、はい、いろんな仕事をね、はい、自分たちが受け持ったりとかしてるので、うんうん、すごいまあ、なんだろう、他の人でもしかしたらね、いや会計ちょっと興味あるわ、会計興味あるわっていうのはあれかと思うけど、制作興味あるわとか、そうですね、まあ衣装興味あるわっていう方もね、もしかしたら、ね、他のメンバーの中でいるかもしれないですよ。どうすか。そうですね、いるかもしれないですよ。だからないよ。はい、まあなんかそんな舞台に立たなくてもそんないろんなことやるので、なんかそんな興味がある人ぜひ声かけてみてくださいね。はい、はい、さあというわけで今週から、はい、ちょっと、うん、まあ、先週も若干言ってたんですけど、うん、まあ、皆さんから、うん、今こう S ラジオ見ていただいてる皆さんから、はい、番組へのこうお便りだったりとか、うん、まあ、質問、お便りっていうか、なんか感じゅーだそうそうそう、こんにちはみたいな、はい、お便りであったりとか、うん、まあ、質問とかリクエストとか、まあ、その他いろいろを、うん、まあ、受付をしようかなと思っております。はい、生でも受け付けてたんですよ。うん、受け付けてたけど、こう、はい、番組で大々的に言ってなかったからね。はい、改めてこう大々的に、さあどうやったらそんなリクエストが出せるんですか。なんか急やな。どうしたらいいんですか。はい、ツイッターからハッシュタグで、はい、シャープ S ラジ、はい、これですね、星をつけるとね、反応しないので、はい、星なしで、はい、シャープ S ラジとつけていただいて、はい、ツイートしていただきますと、はい、こちらで見ることができます。はい、まあ小文字で D ならでもいいですね、 DNARA でも大丈夫ですし、あ、ハッシュタグね、はい、S ラジでもいいですし、はい、Twitter からはこのハッシュタグをつけていただければなと思います。はい、でまたメールフォームでも受付をしようかなと思っております。イベントステーション7@gmail.com までぜひぜひメールをね、はい、送っていただければなと思います。はい、さあそれではここで、はい、ゲストさんのコーナー行きましょうか。はい、そうですね。はい、はい、さあ行きましょう。はい、スラジでは毎週いろんなゲストさんをお招きして演劇情報などをお伝えしていくんですけれども、今週も奈良県で活動されている舞台人を、はい、紹介したいと思います。そうなんです、今回は舞台人という、はい、名目でやらせていただいてるんですけども、はい、今週のゲストはなんと初のはい、裏方さん、お、裏方さんでございます。はい、はい、イベントステーションでも素敵な明かりを作ってくださっている照明さんの、そう、ステージライティングアートのソーさんです。どうぞ。いい感じで、いい感じで映っていただいて、ね、はい、じゃあ真ん中のお席にどうぞ。はい、お邪魔します、はい、こんばんは、いらっしゃいませ。はい、お願いします。お願いします。そうなんですよ、前々からね、なんかそうさん、イスラジ出たいみたいな感じのことを言ってくださってたので、うん、いやもうこちらとしてももうぜひ来てほしいということで満を持して、はい、来ていただきました。やっとですね、呼ばれちゃいましたね。はい、第1回か2回ぐらいの時に確かそうさんがイスラジ出たいわっていうことをね、言ってくださってたので、本当に半年かけての、うん、そうですね、はい、やっとの出演ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回は、はい、まあ、いつものその劇団さんにゲスト来ていただいて、はい、まあ本番が近いということでいつも告知をね、この番組でしていただいてるんですけれども、はい、今回は裏方さんということで、まあ、せっかくなのでね、ソーさんにいろいろと質問をしていこうではないかと思います。はい、どんな質問されるんですかね。まだね、リスナーさんからもね、はい、もし照明さんに質問みたいなことがあったら、はい、ぜひぜひ
取り上げていきたいと思うので、あのさっきのツイッターのハッシュタグエスラジーもしくはハッシュタグ D なら、はい、であのつぶやいていただけたら拾っていきたいなと思うので、ぜひお願いします。はい、お願いします。では早速、はい、まず一つ目の質問なんですけども、どうぞ。なぜこの照明さんになろうと思ったんでしょうか。なんででしょう。なんででしょう。照明さんになろうとは思ってませんでした、うん、おあ、そうなんですか。思ってなかったんですか。なぜかね、あれよあれよという間にねあれよあれよという間に照明屋の立場にね、こう周りから囃し立てられ、へえ、もともとはその舞台には関わりたいなっていう、うん、いや、ね、関わりたいなというよりか、はい、気がついたら関わせられられてた、ね、関わらせられていた。そうそうそう、強制参加させられてて、もともとは舞台立つ人でした私。あ、そうなんですね。役者さん、役者さん、役者さん、おー、知らなかったです。じゃあ初舞台が10歳の時で、うちの母親がもう完全に舞台人なんですよ。おふくろが東京で役者をやってた時期があって、その時に生まれた子供なんですけど私は、はいはい、で宮城県が私の実家でして、でその宮城県の実家に戻って、活動してる劇団の、演出をうちのおふくろが担当してて、でそのうちの作品の一つになぜか出ることになってて、もうすでに。おお。なぜか。されてて。なぜか。で、小学校4年生の時に声優舞台に立たされて、もうそっからですね、ずっと。ああ。今まで。じゃあすごいちっちゃい時から。そうそう。舞台に。あ、大先輩。すごい大先輩。知らなかった。わあ、すごい。で、そうやって地元で劇団活動してるうちに、はい、舞台監督を覚え、舞台美術をやらされみたいなことをやってて、本当は舞台美術とかその舞台の装飾を志したくって、で、関西の方に出てきたんですね。で、大学に入って、で舞台美術を専門に勉強しようかなと思ったら、なぜか照明の方に。おー、あらあら。気がついたらもう照明のことばっかりやってて。あー、役者から始まり、だん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 一気に。でも舞台立つ立場全然やめたつもりはないんですけど。おおじゃあもしかしたらゆくゆくはお舞台で蒼さんが見れるかも。そんなことがあるかもね。でも関西に来て何回か舞台立ってますね実は。あ、そうなんですね。おなので、じゃあぜひぜひいつかね、舞台に立っている蒼さんが見れる日が来ればなと。はい、さあ、では次の質問なんですけれども、はい、まあ、はい、照明さんということで、はい、いろんなね、明かりを作っていただいているんですが、そうですね、明かりを作るにあたって一番、はい、操作の中で心がけていることっていうのは何かありますか。心がけていること、まあでも照明を作るっていうことはまず、一番 その根本的な理由の一つに見えるようにするっていう、まあ、ここにもちょっと一つ照明あったりしますけど、はい、僕らの顔を見せるためにここに多分照明を置いてるじゃないですか、うん、その舞台に立ってるものをちゃんと、見る側の人に対して見えるようにするっていうのがまず一番の理由なんですけど、はい、まあ、そんなやったらもう完全に、ね、こうなんで買ってきたクリップライトできるわけなんですけど、まあ、だから顔を見せて、でさらにそこから芝居に関して掘り下げていくと、うん、その情景であるとか、どういうシーンをここで語ってるのかとか、うん、まあ、あとその演者さんですね、役者さんの、心情風景とかそういうのも照明の中で反映できたりとかっていうのが、うん、まあ、舞台照明の世界の入り口みたいなところなんですけど、はい、まあ、その辺はちょっと気をつけて、うん、やってますね。ここで、はいはいはい、ツイッターで山崎ひろとさんから、蒼さんいつもお世話になってます。はい、あら、山崎ひろさん早速とハッシュタグをつけていただいてありがとうございます。本当にどうも、いつもお世話になってます。お仕事いただきありがとうございます。はい、ほんの何センチぐらいか向こうにいるんですけど、何センチ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 じゃないな、これで10センチぐらいやで、数メートル、何センチ、何メートル、置いといて。日本語180センチぐらいかな。置いといて、そうですね、はい、そうですね、そうですね、はい、ありがとうございます。ではい、ということで、じゃあ次の質問いきましょうか、うん、はい、なんか中目が今日全然喋らへんね、今から。いやいや、もう聞いてんねん、めっちゃ聞いてんねん、めっちゃ聞いてんの、今日はめっちゃ聞いてんねん。いやいや、今日はって今日は
しょうがない、ね、前めっちゃ喋ってたからね。そうですね。はい、というわけで、次の質問なんですけども、はい、まあさっきその明かりのこと、はい、一番心がけていることなんですかという質問をさせていただいて、いろいろお話聞かせてもらったんですけど、はい、では蘇さんが好きな明かり、どんな明かり、こういう照明、あのね、好きな明かりって何なんやろ、こういう風景の、風景が見えるような明かりが好きとか、そういうことね。好きな明かりって好きな機材の名前機材の名前ちょっとね、私らもちんぷんかぷんかしないかするんで、こういうシーンを作るのが好きとか、自分がやっててこう楽しいと思うようなそのシーンがどういうシーンか、あーそうですね、なんでしょうね、一番自分がやってて、あ、いいなと思うの、自分が好きな色でもあるんですけど、夕焼けのシーンが一番、はい、得意ですね、作るのは。オレンジとか赤とか、はい、その辺の、夕焼けのシーン、うん、S あったかな、夕焼けのシーン、そんなではないと思う、そうですね、夕焼けってないね、今思ったら、ね、なんか夜とかはあったけど ね夜とか朝ってかなんか夜明けみたいな、森の中とか、そうだそう、月明かりとかはありますけどね、夕焼けか、夕焼けないな、そういえば、いつかやりたいです、座長いつかやりたいです、夕焼けやりたいそうです、6月に実現するかな、早速やな、夕焼け、夕焼けあんのかな、ありましたっけ、なんかパッと今思い浮かばへんけど、スカーレットプラネットの時はどうそうだちゃうかったでしょ、私が言いませんでした、そうですね、得意、まあまあ得意、そうだ、サンセット、あ、S から始まるね、 S から始まるので、サンセットという、そのままじゃない、いやいいですね、いつかそのサンセットっていう、あらゆる夕焼けを操作してもらうという、あーいいな、そんな好きなだけ夕焼けを作ってくださいっていう、人面白くなってもないじゃないですか、いや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 、そこにちゃんと面白くなるように、いやいやいや、座長が脚本書いてくれますって、さてさて、はい、では、まあ、先ほどその S でやったかなって話もしたんですけども、はい、ではイベントステーションでやった舞台の中で、はい、蘇さんがこう照明さんとして見て、はい、お気に入りのシーンっていうのはありますか、そうですね、って言っても僕イベントステージさん関わり始めてそんなにね、まだ1年半ぐらいですかね、めっちゃ何年もあってるわけではない、ね、そうですね、鹿羽ホタルから、鹿羽ホタルの時はなんか仕込み手伝いか、仕込み手伝いというか機材貸しに来ただけですよみたいな、そんなノリだったんで、そうか、でがっつりしてもらったのはじゃあささめしきびのしきびとかな、そうですね、それの次の回から、そうか、あーじゃあ、ね、去年1年間ね、そうですね、の中でざーっとね思い起こしてってイベントステーションさんが暗いシーンが多いんですよ、そうですね、そうですね、作るのがすごいね、はい、難しいです、実はありがとうございます、確かになんか隠れ家というか秘密基地であったり牢屋であったりちょっとね、あ焚き火だけで2人語ってるあるある、そんな多いでしょ、だから明かりが強い方がなんか印象に残っちゃってて、どうしても、あでね、それで今パッと思いつくのが、うん、前回の公演ですね、あ月森の剣の時にやってた、はい、100人切りのシーンが、100人切りのシーン画像が出るかなはい、でちょっと用意してもらいましょう、100人切りね、そうそうそう、本当に100人切ったでしょ、あれ100人切りました切りました、はい、はい、カウントして何人目が誰とか言って全部決めて、一人一人数えてるから、あ本当に100人切るんやこれ、そうなんです、ごまかしないですよ、なんかそうそうそう、ね、中途半端にごまかしてるわけじゃなくて、ね、ほんまに100人、ね、そうそうそう、ね、先森終わった直後にもこれ何回も言いましたけどね、ここで8人切って、ここでここまでで16人切って、次のこの、そうそうそう、この、ね、このカウントの中で4人切ってとか全部数えて全部で100人、ね、作ってる時からちゃんとこうカウントをね自分たちでして、そうなんです、でその時もね結構、うん、まあ、ムービングも含めて、うん、そうなんです、ね、なんか目まぐるしい感じで、うん、ね、すごい派手というか華やかな、毎度毎度連れてきてる小林って女性が、そう、なんで今日来れないんですか、お前さん、いや、探そうって、そしたら、なんか、飼い始めたインコが具合悪くなったから無理だった多分これ今聞いてる、あインコちゃん元気ですか、お前さんお元気ですか、さやかさん
インコさんお大事にお大事にそう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 、まさかのインコがそう、もう一人ね、大林って子連れて二人で実は面倒せやしに話させてもらってるんですけど、そうですね、彼女にムービングの操作を担当させてもらって、はい、動くやつですよね、そうそうそう、ウィーンとウィーンとウィーンと動くでしょ、でしょ、はい、動きますね、うん、でその100人切りのシーンの時に、はいはい、一番芝居の中で多分盛り上がってたんです、他のシーンで絶対使わないようなとこ使ってたし、あー、そうですね、ノリノリやったんで、もうあの子興奮してもうこれはここでこう動かす、ここでストロボかけるみたいな、あ、画像が来たみたいな、画像が、ダダダン、懐かしい、あ、これ100人切りのシーンですね、おー久しぶりに見たな、100人切りのシーン、はい、これ後ろの照明、なんかこの後ろに映ってる、あの後ろのてか上に映ってる、あの何個か出てるあの灯台のやつが、あれがソウさんが触ってる方の照明、そうですね、はい、でまたムービングはまた別で動く、そうウィーンとウィーンと動く、くるくるってしたりとか、色がガガーって変わったりとかするんですよね、すいません、素人興奮してるなはい、はい、え、これはやってて、大林さんは興奮しながら、うんうん、してたねしてました、うん、大興奮大林さん、ひどかったねそんなにそんなに興奮しまあまあ、いやいや、でも楽しんでる、これももうもちろん楽しんでやらさせてもらう、いやいや、ありがたいです、本当に楽しかったです、やっててもで、本当に100人切りよるから声もわーやるやると思って、山崎さんの動きは凄まじいし凄まじかったですね、いろんな武器持ってね、そう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 、ねえ、もう目まぐるしかったですね、死ぬかと思ったまあね、私は死ぬかと思ったと、無理やと思われほんまに一曲分ひたすら動き回って切り回っ て、 って、ね、そうですよね、4分、そうそうそう、4分ぐらいの曲、あのシーンのすごいことは、武器持ち帰るでしょ、はいはいはい、あれって実際に多分切ってたら本当にそうなんです、刃こぼれ強いし、あ、切れなくなってくるから、ね、持ち帰れないとき、はい、他の人切れなくなるから、うん、っていうのをリアルにやってるからほんまにしんどかったと思うやってる人は、そうですね、本当にねだって私たちだけ、私たち周りで順番に切られて、もう合計100になるだけやから、うん、あれですけど、そうそうそう、まあ、一人頭何回みたいな感じで、うん、私ちなみに6回でしたけど、うん、私もそれぐらいやったんちゃうかな、6回ぐらいやったんちゃうかな、うん、なんかそんな感じで順番に切られていくだけやけど、で出てきて切られてわーって言ってはけて、うん、でまた次また出てきてまたわーって切られてはけてみたいな感じやけど、それをひたすら切ってるからね、そう、はけることもなくそう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 、舞台に出ずっぱりで切ってるからね、あれはすごかった、もうないかなまだやりません、まだやりませんが、まだやる、あ、その時はもう楽しみにしてましょう、はいちなみに、はい、中めぐそうなんですのお気に入りのシーン、私のお気に入りはですね、あったりとか、そうなんですよ、今ちょっと書けるのです、私のお気に入りは、はい、咲森の剣では、月明かりのシーンが、月明かりというか、何シーンかあったね、一幕の中盤のこれ見に来た人しか分かんないですよ、見つける時や、そうですそうです、そう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 、うん、影に隠れてるの見つけるんです、そうですそうです、うん、主人公の、今やたぶるって思ったスタッフそうそう、俺も役目忘れてスタッフスタッフです、そうヒロインのキナナメが、なんか改めてなんか出会うところで、月を見ながら喋るシーンがあるんですけど、うんうんうん、はいはい、そう、でそこがほんまにあそこ月っていうので、月用の照明を作ってくれてはって、そう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 、あ、出ますね、あ、出ますねってこれ出ますねってどういうこと、違う違う違う、画像がね、あ、出ますねって何かと思うじゃん、違う違う、どういうことどういうこと、画像が出たよって、ほらこれ、これ私のアップからあるやけど、そうそう、これでもほんまそれに画像画像画像って言った、画像が出ました、おいおい大丈夫かこれ、舞台 の、 下手の前の方から照らしてもらってるんですよ、はい、色ついてるの、これこんなんやったっけ、なんか、多分なんかそうですね、月明かりこれ、こんな感じでやってもらって、これ、月、なんかいい月だなって言いながら、そのまま月を見上げて喋るシーンで、最初はなんかなんか笑ってますけどねいい月だなっていうのに黙るんだなって思うところでで、なんか、はいはい、真ん中ら辺で考えとこうかなって言って、稽古の時はちょっとセンターぐらいを考えてやったんですけど、うん、本番に小屋入りしてから、あそこ月って言ってくれはって、うん、あ、ほんまに月があると思ってで、それがすごい嬉しかったっていう私の思い出のシーンです、はい、はい、ありがとうございます、はい
そうそうそう、そうね、そんなシーンだった、確かに。そうそう、あの二千秋楽で座長が何をぼたかしなんけど、その三月を見上げるセリフを吹っ飛ばしたから、いい月だなっていうセリフが出なく出せなくて、そうやったですよね。今これどこやってんのってなって。そう、絶対あの音響さんも照明さんもきっかけのセリフやったのに。そうや、わざとだよ、嘘つけ、マジか、嘘つけ、ひでえな、わざとらしいですよ。自分で書いた脚本のくせに。本当だよ、自分で書いたのにきっかけにしてたね。音響も照明もあれきっかけやったのに。私やりながら、んってなって、座長で、ね、気づかうと普通にやってんねんけど、多分照明さんも音響さんも、んってなってんねやろなと思って、気づいて、気づいてと思ったら、そのうち音響さんは、うん、この辺入れとこうみたいな感じで、サグリサグリ入れてくれ。これはあれか、甲州の山崎、ちょっと変、はい、反省会か、これ。これ忘れてってことなのか、忘れたってことなのか、まあもう忘れてくださいってことなのか、ね、流してください。キャシーのお気に入りのシーンも、私のお気に入りシーンは、あの中目ぐーとちょっと、うん、あの中目ぐーと最初に聞いた時にちょっと一緒やなと思ったのが、うん、あの先森の剣の、私も先森の剣なんですけど、うん、あの牢屋のシーン、あ牢屋のシーン、二幕の最初、二、ね、人して閉じ込められた、そう、あの私と、うんうん、私が演じたサチマロと座長が演じたスザクが閉じ込められてた、画面の左側にいるのが座長と、はい、あのキャシーが演じるスザクとサチマロですね。そう、ここの照明すごい気持ちよかったんですよ、私が。もうかっこよかったです。なんかいい感じでこの格子のやつとその照明がなんかね、もうなんかほんまになんかもう暗い牢屋みたいな感じで、奥と手前とで、そう、照明もさながら大道具もね、あの凝ってたじゃないですか。そうそうそう、この時ね音響さんも凝ってくれてはって、そうなんですよ、うんうん、ここのシーンだけあの声になんかエコーっぽい感じのリバーブがかけて、で、あのチャポンチャポンって水が落ちてる音が入って、そうです、すごいあの雰囲気がもう、うんうん、ね、よかったなーっていうので、ここのシーンはすげーと思いながら、そう、2幕の本当に一番最初の、一番最初じゃない、違う違う、私にとって一番最初やった、ごめんごめん。そうね、中目黒が一番最初私やからね、ごめん、私にとって一番最初やった、ごめんごめんごめん。びっくりした、私にとってだろ、ごめんごめんごめん、嘘ついた。これだからタレント切って困っちゃいますね、本当に。ちょっとそれ関係ない関係ない。そう、はい、2番目かな、そうですね、中目黒のそのきななめの舞が終わってまあ、わちゃわちゃとした、わちゃわちゃして、私もう一回キナで出て、その後ですね、その後ですね、はい、そうそう、このシーンはすごく、うん、私は好きでした。こうやってなんか、これ撮ってもらってる写真もまた素敵な感じで撮ってもらってるけど、うん、本当になんか、うん、思い入れの、私これ舞台袖で見てたんですけど、あ、そうね、素敵と思いながら見てました。なんか、奥張ったすごい地下の、なんかそれこそ洞窟の下の方になんか幽閉されてるイメージだったんで、うん、それをなんとなく描きながら作ってます。いやいや、本当にありがとうございます。ございます、本当にもうありがたい。さあ、というわけで、まあ切り方よ、はい、はい、というわけでさあ はい、というわけで、じゃあ最後の質問に行きましょう。ソウさんにとってで、あの、はい、まあ、あの10歳の時から舞台をやってらっしゃって、うん、結構その舞台長いということなんですけど、ソウ、ね、さんにとって舞台の魅力っていうのはまた広いな。その、あの照明さんとして、うんうん、でもいいですし、うん、本当にこう今までこの長い間舞台見てきた中でもいいですし、うん、魅力っていうと、ね、正直あの舞台に関して言うと、あの、はい、やってない役職一つもないんですよ。お全部やってますね。それこそ音響照明、舞台監督、舞台装置、舞台美術、宣伝美術から何やかん役者ももちろんやってたし、うん、踊りもやったし。お踊りもそうそうそう。っていうのを本当にもう、うん、あのこんな時からそんな生活をずっと続けてるんで、うん、あの魅力どうのの前にも体の一部になっちゃってるんですよ。だからもうこれ以外の生き方を全然思いつかないというか、なんか当たり前のようにもう舞台に自分が生きてるのが当たり前な感覚があるので、魅力どうのの前にも体のというかもう僕自身になってしまっちゃってるんで、なんか魅力どうのっていうふうにはちょっと考えられないですね。その生活の一部、そうですね、あってやんなり、そうやね、うん、
まあ、だからもう完全にも仕事にしちゃってるし、もう自分家に大改造して倉庫にしちゃってるし、そうですね。なんかね、お引越しがっていう話をなんかね、年明けぐらいですか、年末前にね、アゴさんがいるんですけど、ね、手伝っていただきます。あ、引っ越し手伝った、アキラ。なんか引っ越し手伝ってってツイッターでやったらね、はい、めちゃつぶやいて反応切れて、大きいんですよ、家。はい、そうなんです、ね、すごい大きいね、庭も。バカなことに、はい、一人で 8LDK 住んでます。 8LDK?8! 想像つかないね。全然想像つかないけどね。いや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 、すごい、まあ、一番広い部屋が倉庫になっちゃってるんですけど。すごい、一人で 8LDK ねえねえ、生活も一部になっているということが、なんか明らかに書いてる、うん、2階にセーラー服が。何の話や。そうそうそう、どういうことですか。でも、ね、2階にセーラー服がってどういうことですか。そうそうそう、セーラー服かけてるとこ見られちゃった。ちょっと待って、なんかもうその辺はちょっと掘り下げないでおこう。ちょっとやめとこ、やめとこかな。何があるか分かんない、ちょっと掘り下げんとこ。はい、はい、ということで、まあ、いろいろね、いや、あの衣装で、あ、言うんだ、あ、衣装ね、貸してくれっていう、あの話になったことがあって、おお、買い集めたことがあるんですよ。はい、別に僕の趣味とかじゃなくて。衣装でね、衣装でね、そうそう、衣装です、衣装ですよ。正直なこと10着ぐらいあるんですよ。おー、あれね、10着。だからそれ以降もなんか貸してくれいう人にはドキドキ貸してあげたりしてるんです。だから結構ね、変な衣装いっぱいあります。セーラー服じゃなくて、だけじゃなくて、ね、あ、じゃあなんかあの借りたい衣装があったら、ホ、うん、さんに言ったら借りれます。もしかしたらあるかもしれない。そうですか。セーラー服とかいうタイトルの衣装つけS から始まったか適当なことだけど。まあ、だから照明以外にもいろいろやってますが、そうやって、あの舞台装置作ってあげたりとか、なんか何か小道具貸してあげたりとか、そんなこともしてます。何屋ですか。そうなんですよ、よく聞かれるんですよ、何屋ですかって。確かに何屋さんなんですね。わかりません自分で。何でも屋さんですね、舞台何でも屋さんみたいな感じですね。と思ったらトラックの運転手やってる時とかいろいろです。なんで手広い。そうそうそう、いろいろです。はい、はい。さあ、ということで、はい、はい、まあ、いろいろ質問させていただきましたけども、ね、話がね、聞き足りないですね。そうですよ、また来てくださいね。もっともっと聞きたいですけど、ほんまにも、はい、はい、ま、ぜひぜひまた聞かせてください。いつでも呼んでくださいが出たよ。お、じゃあいつでも呼ぼう。今度いつかね、座長と照明座談会とかね、やってほしいですね。してもらえたら。いやいやいや、照明座談会、よう分からへんけど、分からへんけど。まあでもね、そうなんで、はい、また来てください。なんか言うてますけども、はい、ムシムシ。はい、はいはい、というわけで今週のゲストはソーステージライティングアートのソーさんでした。ありがとうございました。さあ、ということで、はい、ソーさんにはちょっとこのまま残っていただきます。でしたとか言いながら残して。いやいやいや、はい、残ってもらいましょう。いただき、はい、一応あの一旦区切りということで、はい、ゲストコーナーは終わりの、はい、一旦ちょっと区切りまして、はい、次のやって次のさっきから言い過ぎだお前は。次のコーナー行きましょう。行きましょう。はい、はい、あの今回からちょっとあの前回のね、はい、会議の時に飛んできた会議の時にお話ししてました、はい、新コーナーをね、今週からやっていこうと思います、はい、タイトル仮でつけました、はい、今週のコーナーは中目川のキャシーの役者バトル括弧仮括弧仮ない括弧仮はい、はい、というわけで、あの何をするかというと、まあ、早い話、もうタイトル通りです、はい、中目黒と私ね、なんかあの役者としてのね、ほう、あの、まあ、暗記対決とか、暗記対決なんかしようぜみたいな。マジか。はい、それあの全然今のところ、うん、まあ、対決しようっていう段階やねんけど、うん、あのこれなんか何勝したらなんかする罰ゲームとか、罰ゲーム、何敗したら罰ゲームとか今後やっていく、そんな感じやってますか。まあ、そこ辺ちょっと考えよう、はい、というわけで、はい、あの今回ちょっと一発目なんで、はい、あの何しようかなって、はい、考えた結果、はい、考えた結果、はい、あの前回の会議でも出た早口言葉対決を、これさ、これ生放送でやってさ、イベントステーションで役者大したことねえなみたいな感じになったらどうしようやろ。頑張りますけども。マジか。はい、頑張りましょう。でそこで、はい、まあ、せっかくなので、はい、ソーさんにも、はい、マジでせっかくなんでね、はい、うん、やっていただいて、え、じゃあ5回負けたらセーラー服で MC を。いいですよ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 。コスプレ好きが、いや、わかんないですよ。もしかしたらソウさんが5回負けて次ゲスト来るとき、ソウさんがセーラー服で出るかもしれないです。待って、5回もソウさんまずそこまで出るのか。出る段階であるじゃん。マジか。え、その5回っていうのは番組で1回、番組内で5回ってこと。番組1回分で1回、
番組1回分で1回 OK 分かった。そ少なくとも5週よあ5週ね、うん、だから今週罰ゲームする今週じゃ今月罰ゲームすることはないないない毎日で今日は、はい、というわけで、いくつかここに早口言葉を入れた紙をご用意しております、はいはい、まあ、あの時間的にはまあ2回か3回ぐらいできるかな、はい、っていうところなんでそういっぱいいっぱいあるんですよ。なんかね意外とあるのね。あるのね。あるのね。マジか。いくらでもあるかなそんな。まあね。はい、というわけで、じゃあ総さんにまず聞いてもらいましょうか。このがっかりした顔。役者はね、はい、私ねすごい苦手なんですよ。でもね役者経験が。ジャッジはじゃあ座長にしましょうか。そうですね。ジャッジ座長で。3人いてはるんで。はい。あ、3人でジャッジしてもらいます。アキラとあの制作奈美ちゃんが。はい、来てくれてジャッジするっていうことにしますか。はい、はい、じゃあソウさん、これソウさんが開いたやつ3人とも3人ともやりましょう。同じことあるんだね。3人ともゲスト様、あ、え、ゲストさんなしでいきますか。せっかくなんでやってもらいましょうよ。でも開けてください。開くぜ開くぜ。はい、開いてください。役者と早口言葉は書けないと思うんだけどね。はい、いきなり難しいの来ました。何これ。難しいの来たな。どういうこと。ゆっくり言いますね。売り売りが売り売りに来て売り売り残し売り売り帰る売り売りの声。うん、ないそれ。いきなり長いの。こんな見たことない。これ私は知ってますよ。キャシーが書いたからやろ。そういうことじゃなくて、初めて聞いた。聞いたことない。ちゃちゃちゃ、そうじゃなくて。待って待って。私は高校の時にこれをやったことあったので。あ、なキャシー。あ、何？じゃじゃだってさ、キャシーが知ってるもののボキャブラリーの中から出せないから。じゃちなみに私今日これネットで調べてきたんですよ。そうそうそう。もうびっくりするわ、もうはい。だけで。あのまあ、見ながらで全然いいです、はいはい、絶対覚えられないと思うんで、はい、こんな長いの、はい、じゃあ順番どうしましょう。どうしましょうか、はい、私から行くんですか。どうぞ。これ長いで1回でいいですか。覚える3回にしようかなとか思って 1回でいいですか、はい、これ、はい、いざ言うとなると緊張するな。いざ言うとなると緊張するな。頑張ってください。じゃあ急振りお願いしていいですか。え、急振り。ああ、3、2、はい、1って振って、はい、ちょっと待ってください。じゃあキャシーの売り売りの早口言葉まで3、2、1、9。売り売りが売り売りに来て売り売り残し売り売り帰る売り売りの声。微妙やな。中田のドヤ顔。微妙やな。微妙やったな。だって座長がなんかっていう顔してるもん。もうまあ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 、はい、じゃあまず今のがキャッシーね。ちょっと、はい、ちょっと微妙やったから、はい、じゃあ総、はい、さんいきますか。不動さんいきます。ごめん、ちょっと覚えるのも大変やこれ。いや覚えなくていいですね。はい、じゃあちょっと頑張ってください、ソウさん。はい、はい、あ、じゃあ、急振りしたんですか。はあ、じゃあ、ソウさんの早口言葉、はい、3、はい、2、1、9。売り売りが売り売りに来て、売り売り残し、売り売り帰る、売り売りの声。おお、でも、いや、当てます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 。売り売りって難しいよね。売り売り、そう、売り売りだって。売り売りが、うん、そう。逆に言いやすいと思う。そう、私も売りやすいんかなっていう印象やったんやけど。売り売りつまえてる。売り売り、売り売りしまくってる。売り売りしまくるから。売り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 たらいいよ。それ言ったよ。売り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 言っちゃう。売り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 だよ。はい。売り売りが、じゃあ売り売りが、売り売り、売り売り、まあいいや。売り売りが、売り売り、あ、売り売り、うん、売る人ね。売り売りが、そうそう。え、じゃあ、はい、中目ぐ行きますか。はい、なんかどうやら話に聞くと早口言葉苦手らしいっていう、うんってうんって顔してる。じゃあ中目ぐ行きましょう。得意ではないですよ。はい、では中目ぐのうりうり早口言葉まで3、2、1、9。うりうりがうりうりに来てうりうり残しうりうり帰るうりうりの声。早くなかったみたいな顔すんなよ。朗読やな。売り売りが売り売りに来て売り売り残せ売り売り帰る売り売りの声。なんでやり直すちょっと待ってよ、なんでやり直すだってなんか早くないみたいな朗読みたいな感じで言うから頑張って早くて頑張ってずるいよね。えずるいよね。ずるい女優何よ何よ、なんかダメみたいな顔するから。ジャッジは、ジャッジ、はい、じゃあジャッジしてもらいましょうか。中目ぐのが良かったのか、ソウ、はい、さんが一番言えてたのか、そのキャシーが一番言えてたのか。はい、じゃあ一人ずつ聞いた方がいいかな、これは。あ、3人でポイント制、はい、じゃあ、あの、さしてもらおうか、指ね。指さしてもらいましょう、3人で、はい、せーので、で指をさしてもらいましょう、はい、こっちに向かって。決まりました。
大したことねみたいな、こいつらこいつら大したことねーわみたいな。では行きましょう。じゃあ判定お願いします。せーの、ひろつさんが中めぐ、あきらがキャシー、キャシー、なみちゃんが、あ、やった、全員1ポイントや、全員1ポイント、割れました割れました割れました。はい、じゃあ、はい、じゃあ、じゃあ第1弾的には1ポイント、引き分け、引き分け、じゃあ中めぐ、はい、じゃあ第2弾、短いのもありますよ、これごめんね、字が汚いけど、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、お出たそれ、はい、メジャーなやつですな、はい、赤巻き髪、青巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、絶対噛むこれ、はい、私からまた、はい、頑張ってください、絶対噛む、私これ、これ苦手なの、赤巻き髪、青巻き髪、俺も噛むそれ、これ苦手なの、巻き巻き、巻きって感じ、はい、じゃあいいですか、はい、はい、ではキャシーの早口言葉まで、はい、3、2、1、9、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪、だから苦手だって言ったじゃん、めっちゃバツ出てるもん、カメラさんからさ、はい、じゃあ次行きましょう苦手だって言ったもんここまで早く言う必要あったんかなっていう感じ、いや、中めぐの方さすぎやろ、そう、聞こえることが大事かなと思って役者として、ソウさん行きましょうかはい、ではソウさんの赤巻き髪まで、赤巻き髪赤巻き巻きで訳されたこれ全部これだから女優気取りは本当に違う違う、いきます、そうさん早口言葉まで、3、2、1、9、赤巻き巻き、黄巻き巻き、青巻き巻き、はい、言えなかったダメーって来た、もう私ダメですね、赤巻き巻き、絶対噛む、噛みますよね、これさあ、ここに中めぐがどう出るかですよ、中めぐがむせてるし、スラ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 、赤巻き髪、青巻き髪まで言えるんですけど、黄巻き髪がね、難しいよね、青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪、巻き髪ね、うん、巻き髪、赤、青、きですよ、 赤巻き髪、はい、うん、じゃあ行きます、中めぐの早口言葉まで、3、2、1、9、赤巻き髪、青巻き髪、黄巻き髪ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、私夢出た、夢出たよ、なんかちょっと遅いみたいなこと言うからほら、もうドローって出てきたダメじゃん、ドローじゃん、ドロー、ドロー、黄巻き髪、黄巻き髪、決めてたのに、すごいな、全然こう、あれやね、3人ドローやな、はい、次次次次、でも私あれやから、ソウさん引いてもらう、もう、もうラストラストラスト、ソウさん引いてもらいましょう、これもう、ででで、はい、もうなんという低レベルな、低レベルやな、ほんまに、あ、短い、でで、ええ、え、え、魔術師、魔術修行中、魔術師、魔術修行、またこれ苦手やわ、魔術師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 、違う違う、魔術師、魔術師、修行中、魔術師、除雪作業中みたいな、ほんまですね、魔術師、魔術修行中、はい、これは難しいぞ、じゃあどうぞ、絶対無理、無理やで、魔術師、魔術師、魔術師、魔術修行中、この段階あんま言えないね、言えてないもんな、はい、はい、ではじゃあ行きましょう、キャシーから、はい、早口言葉、3、2、1、9、魔術師、魔術修行中、ああ微妙、微妙、まあ、言えてはいる、はい、じゃあソウさん行きましょうか、はい、では、はい、ソウさんが早口言葉まで、3、2、1、9、魔術師、魔術修行中、普通に言っただけよこれいやでもでも自分で突っ込んじゃったよ、自分で突っ込んじゃったよでもこれを早くって言うの、早く早く、うん、はい、じゃあ中めぐ行きましょうか、魔術師、魔術修行中、うん、はい、では、はい、中目黒の早口言葉まで、3、2、1、9、魔術師、魔術修行中、おお、おお、これはこれはどうや、これはちょっと微妙、微妙か、魔術と言ってたんか、決まったかな、決まりましたか、それでは、はい、ジャッジお願いします、せーの、お中目黒が、あ、北橋明が中めぐ、なめちゃん、で、ヒロさんが私、わー、わかった、中めぐが一緒、早口言葉で勝てるのはやった、え、っていうことは、今回これは私がいっぱいってこと、そう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 、あー、あと4回、じゃああと4回負けたら私セーラー服、そう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 、あ、え、セーラー服とは限らない、セーラー服とは限らない、着たくない衣装、あ、着たくない衣装、キャシーが喜んでセーラー服着るんやったら、じゃあやめたってなるよ、ハマーが、え、どう、ハマーが働いたの、ちょっと待って、ちょっと待って、もうこらこら、嫌だ、そう、着たくない格好で、罰ゲームにならないよね、あ、そうね、はい、確かに、じゃあ
着たくない格好考えときますだけで、あの今回はとりあえず中目具が1勝ということで、はい、私があと4回負けるか中目具が5回連続で負けるか、はい、頑張りますというところですな。ね、はい、はい、それではここで、はい、イベントステーションからお知らせをしようと思います、はい、では、はい、毎回毎週ですね、はい、宣伝させていただきいただいております。5月6月公演の宣伝です、はい、まずじゃあ5月公演から中目がお願いします、はいはい、5月は、第6回奈良演劇祭に参加します。こちらがですね、日にちが5月の16日から18日まで王子町やわらぎ会館4階のイベントホールにて開催されます。この第6回奈良演劇祭第1回からずっとイベントステーション出演しているんですけれども、今年も参加します。でここで、上映するのがこのキャシーが持っている、向かって右側のチラシにあります、今真ん中に見えてますね、芝の町が、第26回公演芝の町ということで公演します。でこちらの方の上演時間が5月の16日金曜日が夜の8時からで、17日の土曜日が夜の6時から、夜というかルガという方ですかね、6時からと、18日日曜日千秋楽が4時からということで、王子町やわらぎ会館にて奈良演劇祭の中で上演します、はい、でこちらがですね、チケットが、一般の方が前売りも当日も1000円で、中高生は学生証提示で500円、はい、60歳以上小学生以下の方は無料で見ていただけるんですけれども、はい、この1枚1000円のチケットを1枚持って1枚1000円のチケットで演劇祭期間中3日間あるんですけれども、はい、もうどの芝居も見放題です。すごい、はい、6団体参加するんですけども、ね、もう6団体の作品も何回でも見れます、はい、1回入ってまた出てもう1回入るも OK だし、日にちまたいでも OK だし、はい、もうずっと座ってんのも OK なので、はい、とてもお得なチケットになっておりますので、はいはい、S 以外でもたくさんの、団体がいろんなねカラーの劇団さんのが見れるのでお得ですので、はい、ぜひぜひ演劇祭お越しください。はい、お待ちしております。そしてでは6月公演、はい、続きまして、右側ですね、はい、6月公演第27回公演清十郎剣山ということで、6月演劇祭のちょうど1ヶ月後ですね、はい、にやります。こちらは王子町地域交流センターリーベルホールにて行いますが、6月の13日の金曜日から15日の日曜日まで開催されます、はい、こちら時間が、13日の金曜日が夜の19時半で、7時半ですね。で14日の土曜日が昼の2時14時からと、夜は19時半7時半ですねと、15日日曜日の千秋楽がお昼の2時からということで、7時半2時7時半2時という形で4回公演やります、はい、こっちが、一般の前売りが1800円、当日が2000円になります。で中高生は、前売り当日ともに学生証提示で500円。中高生が頭をよぎってしまいました、はい、で小学生以下と65歳以上の方は無料で見ていただけますので、ぜひぜひあのご家族とかいろんな方とかお誘い合わせの上見てください、はい、去年もやったんですけど2ヶ月連続公演ということで、ね、そうなんですよ、今並行して両方の稽古をしております。はい、はい、いい感じで楽しく頑張っておりますので、はい、両方見ていただけるとより楽しい感じで、もちろん片っぽだけでも大丈夫なんですけれども、両方見たらなんかより深みが出るかな、うん、おーそういうことかみたいな感じでつながるかなっていう感じなので、ぜひぜひ両方見ていただけたらなと思います。はい、お願いします。はい、ということで、はい、はい、ぜひぜひね、5月、はい、6月はイベントステーションの舞台に遊びに来てください。はい、珍しく5月の方はあの珍しくというか女の子だけで3人芝居です。そうですね、はい、3人だけで、はい、中目具と、はい、青明と、で劇団いちご大福の森下さん、はい、と3人で出演されるということで、はい、バタバタで、はい、3人ですが、出てくるのはおっさんと女の子みたいな感じですね、はい、おっさん頑張ります、はい、6月の方はたくさんゲストが出て、ゲストというか出演者たくさんいて、はいはい、あの盾とかもドッタンバッタンたくさんありますので、ぜひぜひドッタンバッタン、はいはい、お楽しみに。こちらの方もね、署名をはい、していただける、また今回もさせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします楽しみにしてます。お願いします。楽しみに待っていてくれたまえ。待っていてくれたまえ。待っていますさあ、というわけで最後のコーナーですね、はい、あのこのコーナーはもう4月になっても変わらず続けていくと思い、いくと思いますって続けていきますよ、最後のコーナーはですね、はい、イベントステーション座長がお送りする今週の山崎ということで、今日ピンクだな。そうですね、あ、マイクがそうだないから、こ
はい、おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お世話になってます。お世話になってます。お世話になってます。今日はそうピンク、はい、春なんでね。おー、ちょっとそんな感じの春色で。春なんでね。はい、春なんでピンク。はい。はい。はい、まあせっかくなんで駆けつけ一発、じゃあ座長にも。それでスタンバってたんや、今。あ、僕ね。しまったんかな、もう。はい。じゃあ、呼んで。あ、引くの？引いて、引いてもらいましょう。なんか、それはね。せっかくなんでね、うん、はい、はいはいはい、そう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 、駆けつけ一発ってなんかね、さっきの続きみたいな感じになってる、はい、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ、パジャマパジャマ、あら余裕や、はい、あ、余裕らしいです。どうぞ。言いましたよ。え、まあ、ゆっくりやった。違う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 、それずるいわ。なんですか。あ、それ私より遅かったよ、うん、いや、僕ね、早口言葉って別にアナウンサーやってて、うん、尺を何秒以内に言わないかんとかってないわけですからね、うん、いいじゃない、別に。あ、もう僕はやってっていう側なんで。逃げた逃げた、根底から、根底からもう赤パージャマ、青パージャマ、黄パージャマ、あ、赤パージャマ、赤パージャマ、赤パージャマ、青パージャマ、黄パージャマ、どこ何人や、どこやで、どこの人、そんなんでいいですか。まあ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 、いや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 、なんかそういう振りが来るかなと思ったんですけど、あ、言いやすいやつでよかった。唾を気にしながら、ね、パージャマ、はい、パージャマ、すいません。いい、で、あ、で、あの、今週は山崎なんですけど、はいはいはい、あの座長はあの照明をあの専門でやってた時代もあったりしたんですよ。あ、昔ね、はい、ね、で、そこら辺で、ね、そこら辺、そこら辺、そこら辺、はい、で、あの、まあ、いろんな S では、まあ、それこそさっきも言ってましたけど、脚本とか演出とか、はいはい、あの大道具も照明もいろいろやってくれてはりましたけど、はいはいはい、なんかあのこれ、これ、これ特に好きみたいな、なんか逆にやったことない、うん、これやってみたいみたいな、なんかそんな、うん、や、うん、今やりたいの。え、今やりたい、やったことない、やったことがないっていうのは、あの舞台の音響とかもやったことないポジション、照明の分野かどうかはちょっと、まあ照明さんが扱うもんなんですけど、うん、レーザーはやってみたいなと、あ、あれね、また別分野なんですよ、完全に。そので、まあ、知り合いのちょっと照明さんで、うん、最近なんかパソコンとレーザーセットで今貸し出ししてるよって、うん、なんか映画出せるらしいのかな、レーザーでなんか文字出したりとか、うん、いろいろフルカラーで出るんですよ、うん、でそれを使ってよって言われたんやけど、いや芝居でレーザーもなーって思いながら、いやいや、はい、まあ、そんなのもあるんで、まあ、レーザーとかもやってみたいなと思いつつ、いやでもね、そんな僕がもう、僕はいつもこうこんな感じでってお願いして、うん、だいたいこうそれ以上のなんかこう雰囲気のある署名を作っていただいてるんで、まあ、逆にもうお任せな感じがしてね。さっきまでの剣の時結構お任せやったんですよね、うん、割とね、もう雰囲気だけ、ね、いや、うん、ニュアンスでお伝えして、質問時々ありましたけどね、はい、最初の初っ端だけこんな感じでこんな感じでって、うん、一言二言言ってくれるんですけど、あと何も言わないんですよ。そうそうそう、逆にその総さんの雰囲気とか、その、まあ、音響さんの松健さんとかの、うん、その芝居にのそういうなんかフィーリングを大事にしてもらいたい、うん、で、はい、逆に言われたことだけただただこなすこなされるよりはやっぱこんな方がええんじゃないみたいな、そうですね、黙って提供してくれはるんで、僕は黙ってありがとうございますと思っておる感じで、はい、そんな感じですね。うん、なるほど、はい、照明ですか、茶色とかやってほしいですね。茶色、茶色、茶色、茶色って出せへんよなって思って、あー、イメージないですね、光の色で茶色、そう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 、茶色、難しいですね、確かに、ね、茶色、うん、あー、だできないこともないんですけど、うん、一番難しいですね、そうそう、茶色と黒ね、黒、照明で黒、黒ね、あー、黒、黒は消したら黒暗転っていう技で、あの黒いこう闇の光みたいな。まあそういう雰囲気は作れますけど、そういうのね、なるほどね、はい、まあすいませんね、いつも暗いし、暗いシーンさっきね、地味にね、あの暗いシーンが多いのは僕がネクラやからですみたいな感じの、あ、お前や、あのツイートが出てたんですけど、そうですね、失礼しました、まあ、僕ネクラなんでね、いやでもその僕的にはこうパーンとね、もうなんか明るくてこう普通にボーっと見えるっていうよりも、ちょっと暗めにした方がこうこうやって見てくれはるじゃないですか、表情と、割と序盤のシーンだから暗めの多いですよね、最初ね、人にこうスポットを当てるっていうのをピンで撮るっていうよりも、なんかそのちょっと暗くしてちょっと目を凝らして見てもらいたいっていうのがあったりね、あったりね、で急にバーンって明るくなってフヒーってなるから、
ょっとじわじわなイメージ。あ、じゃあ趣味嗜好結構合ってますね。そうですね、なんかそういう感じ、うん、今分かる、分かってるんですね。今分かった、ね、今明かされたそうで、ね、でも最強タッグですよね。まあまあそういう感じですね、うん、はい。なるほど、毎回毎回楽しいですもん、やっぱり。おー、イベスト良かった、ありがとうございます。まあまあね、はい、うん、はい、な感じで、はい、ありがとうございます。はい、なんかちょっと照明の話をしてほしかったんですよ。あ、はい、はい、ということです。終わり、はい、あ、はい、わかりました、ありがとうございました、はい、はい、というわけで今週の山崎でした。また来週、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、分かってない、突然始まって突然終わるのが今週の山崎です。すごい伸びしてたよ。顔は映らないんですね。そうそうそう、なぜかね、うん、前はね、私と二人で出た時はマスクつけてたんですけど、あ、どどみち隠してるやん、とか風邪で、うん、でもなるほど、ちゃんと正面から、はい、初めて正面から、私がね、来れなかった回にパーソナリティをね、やってくれはった、あ、そんな、はい、そうなんです。私と一緒にパーソナリティをやっていただいたんです。はい、じゃあ次は私やろうかな。お、マジですか。誰が抜けんの。何ラジエスラジじゃない。さあ、というわけで、はい、はい、今週の放送もあっという間にエンディングとなってしまいました。はい、はい、でホームページやブログも随時更新しております。でホームページもブログもですね、イベントステーションと検索していただければ出てきます。はい、アルファベットで、イベント -station. という正式名称で入れていただければ出てきますし、カタカナでイベントステーションってもうそのまま打っていただいても一番最初にバーンって出てくるのがうちのホームページなので、はい、遠慮なくそこをポチッと押していただいてホームページにいらしてください。はい、劇団員がね、平日毎日リレー形式でブログを更新していたりだとか、はい、毎週火曜日にはホームページにて、はい、週刊猫だよりという4コマ漫画を更新青明がね、してくれております。はい、昨日も上がっておりました。はい、猫だより新しいのが上がっていたので、ぜひぜひ可愛いイラストなのでぜひ見てみてください。はい、そしてまたイベントステーションのツイッター、フェイスブックも随時更新しております。はい、ツイッターはアットマークイベントアンダーバーステーション、はい、でフェイスブックは、ハイフンもドットもなしのイベントステーションのみで検索していただければ出てきますので、ぜひツイッターでフォロー、そして、Facebook でいいねをクリックしていただけると、まあ、稽古の風景であったりとか、稽古ブログに載っていない写真が載っていたりだとかもしていますので、そうですね、稽古中の様子とかね、ね、載っていますので、めっちゃオフショットとかね。そうですね、めっちゃオフショットとか、ね、はい、えらい顔のがこの間上がってましたね。月曜日かなんかの稽古の時のなんか中目くんの顔がえらいことにって書いてあるから、どんなえらい顔なんやろと思ったら、ほんまにえらい顔やったからね。えらい顔でしたね、あれね、ちょっとびっくりした。お読みに行けないレベルのえらい顔だったけど。はい、あかんあかんあかん、まあ、まあ頑張りますよ。はい、そんな顔をね、さらしちゃダメだわ。はい、はい、まあ、それをなみちゃんは撮ってたんでね、季節作を着た端がバッと撮って遠慮なくあげたんです。はい、えらい顔ですが、まあ、中田君のえらい顔見たかったら、まあ、ここにね、中田君がガーってなってるから。はい、Facebook です。 Facebook じゃない、ツイッターでも画像上がってますよ、今日 の、 稽古の様子も。そうですね、上がってます。フェイスブックにも上がってましたので、ぜひ、はい、見てください。はい、でブログもね、はい、ぜひ毎日更新してます。月曜日から金曜日まで更新してますので、はい、ぜひ見てみてください。はい、さあメールアドレスもね、はい、ありますので、参加したいとか稽古見学したいとか ね、 そうですね、うん、またこの番組 の、 ご意見ご要望とかももちろんここに、そうそう、こんなことしてくれよとかね、はい、あれば長い文章はここに打ってくだされば、はい、打ってくだされば、はい、拾いますので、ツイッターは140字しか打たれんからね。そうですね。はい、改めてここはこうだとかああだとか、うん、あったら言っていただければなと思います。はい、はい、というわけで今週も以上なんですけど、蒼さん、はい、いかがでしたか。今日は楽しかったです。ありがとうございます。すごい。たくさんね、照明の話していただいたんでね、はい、またぜひね、楽しかったです、ね、来ていただいて、今度セーラー服持ってきて、はい、なんでやねん。何の話ですか。いや、中目が着るかもしれないです。中目が大喜びかもしれないです。どういうこと。はい、さあ、というわけで、はい、今週はここまでということで、じゃあ中目ぐ、はい、最後お願いします。はい、それではまた夜10時に来週もお会いしましょう。以上、中村めぐみと鮎川舞波と三國蒼でした。また来週。はい、はい。